陸王2018シーズンバトル01春初夏編ヒート1伊藤匠 VS 北大輔 in 久志ダム戦。陸王2連覇、そして帝王まで獲得した若き覇王に満を持して参戦した JB グランドスラマーが挑む。理論というか方程式というかバッツリってもしかしたらこんなんじゃないかなっていうこう大まかなものがそこから外れる魚っていうのはすごい少ないっていうかほとんどいない。去年の決勝の時に僕自身がすごく冷静になって試合を展開できるようになって勝てたので、表に出しすぎず冷静でやっていけたらなとは思ってます。よっしゃ、よっしゃ、でかい、やべえ。得意の今を釣るスタイルを武器に試合巧者ぶりを見せつける北。一方がむしゃらぶりが身を潜めた伊藤は虎視眈々と地合を狙う。勝利をつかむキーは岸の釣りか、それとも沖の釣りか。でかいぞ。逆転に次ぐ逆転の春編。うわっさー、ヒート2。松本幸男 VS 青木大輔 in 大江川御三川編。バス釣り修行を重ねた釣りの天才を帰ってきた俺の職業バスプロが迎え撃つ。とりあえず短所は置いといて長所を伸ばそうと思ったら、あのハイリスクハイリターンおじさんに磨きがかかっただけっていうね。だから5本揃わないと殺されるよねとは思ってますけど頑張ります。まあ僕はまだ五三川でバスを釣っていないっていう感じですね。やばい。まあちょっとこれだけバイトがないんで下手したら通用してない可能性があるんで、そうするとちょっといろいろ変えなきゃいけないんです。まずは明日ちょっと全力でやってみて、まあ、そこからスタートしていく感じですね。来た来た来た。あらゆる魚釣りに精通する松本はストロングスタイルでモンスターを狙う。でっけえ。大江川御三川に相性が悪い青木は試合の中で勝利の鍵を見つけ出せるのか。よし頼む。中京の人気ハイプレッシャーフィールドに翻弄される2人が苦闘の末にたどり着いた攻略法とは。荒れる初夏編。猫にすることによって止めた時に潜るんですよ。要は潜ることによってレンジに合わせらしやすいっていう感じ。もうそこからゆっくり釣り上げてきて、なんていうんですか、ショルダーのきついところで提灯で釣るイメージ。下取りこういう若干でいいんで、上だと一度究極の舞台だからこそたどり着く結論が、繰り出されるテクニックがある。でなでこっちは今回も実践ハウツー満載。これが陸王だ。